ぽくなってる。七夕？あ、ディオス。馬？馬、馬宇宙飛行士みたいな。え、ありがとう。短冊かなこれ。先生もありがとう。短冊？あ、テイソン、会いたい。あ、会いたい。さっきさんも短冊ありがとう。会いたいよ。会いたい。あ、流れ星もある。ともありがとう。ヒカルも会いたい。え、ペケッキンありがとう。テイソンも短冊ありがとう。会いたい。会いたい。嬉しい。はい、七夕イベント今合ってる。七夕？七夕じゃない、でも7月だから七夕か。あ、先生も会いたい、ありがとう。ディアスも会いたい。クマもキュンありがとうね。モッピーもキュンありがとう。キューちゃん牛タン元気。ツッチ、クルス、シオノさんこんばんは、ありがとう。ありありマントメガネもありがとう、こんばんは。え、なんか会いたいって感じじゃない。エフェクトの感じが。ケンソリセブンこんばんは。頭会いたい。私は仙台行けそう。本当に夏祭り。中心こんばんは。テンさんビーチボールかな。なんかすごいいろいろ変わってる。あ、ダックくんもカニさん、砂浜のカニさんかな、ありがとう。確かに七夕、そうだ、仙台は8月ってイメージだけど、全国的にはそうだね、もう七夕か。ガラダニョロロ、富士さん、朝日さんこんばんは。タマ短冊ありがとう。ダスティこんばんは。ね、ラジオもありがとうね。でさ、会いたい。会いたいね、会いたい、会いたいね。会えないみんな。田畑さんこんばんは。そう、 YouTube がね今回できずでして、残念ながらあんなねことあるんだなっていう。ペキお疲れありがとう。ストポンテこんばんは。テーマこんばんは、ありがとうね。アイスブレンドひろみこんばんは。あの夏祭り来てくれるって方もありがとう。トラックエロさんこんばんは。夏祭り、近いしこんばんは。来週から、来週はねちゃんと配信できるようにちょっと傾向と対策をしっかりと確認しましてね。ひろゆきさんこんばんは。ゆずるこんばんは。ねえ、どうしたもんだ。夜中までお仕事、ああ頑張って。そう、今日はアイス食べたよ。確かに配信開始の画面が今週から変わってるって思ったのに、それなのになんでだ、どうしちゃったんだ YouTube ちゃん、どうしちゃったんだ。そう、スポンサー様もついていただきまして本当に嬉しい、すごく嬉しいな。もっと頑張らないとって思える。近いしお疲れありがとう。なべちゃんこんばんは、ありがとう。さとしさんこんばんは。みんなの、みんなの応援のおかげや、ほんとみんなが毎週毎週ね、いっぱいコメントくれたりチェックしてくれたりするから、そのおかげ本当に。福さん、菅野さん、眠れる獅子さんこんばんは。ダックくんも、あ、布団子さんもありがとう。そう、提供読みこの番組は、ツイッターも、そう、ツイッターとかもね、不具合というか、まあね、閲覧制限というか、そういったものがね、なんでこんなタイムリーに始まるって思ったけど、せいちゃんありがとう、見てくれて。いやー、時代の変化にうまく対応していくしかないですねー。
撤去読みしてた。池澤さんこんばんは。にゃんと高弘、中川さんこんばんは、ありがとう。天さんの流れ星ありがとうね。スーツアピーこんばんは。来週こそは配信できるはず。 YouTube 残念だったね。空飛ぶドラえもんこんばんは。ね、待っててくれた方も多いだろうし、キュー。空飛ぶドラえもん、たけさん、よっこさんこんばんは。延長戦、あ、延長戦ね。ね、もぐもぐタイム、そう、今回は音でね、なんか純粋なラジオとしてね、今週はお届けしましたね。としろうさん、きょんさんこんばんは。確かに今日はなんかこれが延長戦みたいになってる。着せずして、モフピー、流れ星ありがとう。氷の音、確かに初期の頃思い出したわ。まだ YouTube 配信がなかった頃。もぐもぐ映像、そうだよね。今日はアイス2個も食べちゃった、もう罪悪感。かんのさん、短冊ありがとう。2個も食べちゃったよー、めー、ソフトクリームとみぞれと、ああ、なんということでしょう。今日はソフトクリームの日だったからね。確かに。あ、そう、合格のソフトクリームでさ、あれは合格ソフト。たかちゃんこん、たかさんこんばんは。かき氷はカロリーゼロ、いやあ、たかくん、アイスありがとう。かき氷派閥一緒だった。かき氷、進化系かき氷食べたいや、ほんと。長崎県民さんこんばんは。チョコバッキー食べた、アイスバー、あずきバー食べた。みんなもアイス食べてる。サーティワン食べた。ドンシラスさんこんばんは。別ハバツだった。セブンのソフトクリーム、あ、一緒じゃん、同じやつかな。そう、毎回接戦だよね。なんか今の時期だし、かき氷が勝つかなって私は予想していたんですけど、ソフトクリーム強かったね、やっぱり。サトシこんばんは。明日健康診断、遅いこの時期。マリマリこんばんは。 HK マーボーこんばんは、ありがとう。あ、アイスボックスに合うっていうよね。エマーボー、短冊ありがとう。ネタフリックスこんばんは。この時期私もう健康診断は終わりましたよ。ゆうちゃんキアありがとう。健康診断ね、そう、今日ちょうど結果が来てた。来月、あ、ほんと？結構秋ぐらい、夏真っ盛りって感じなの。みんな健康診断、健康診断はね、まあなんか自分的には今までで一番いいかなって思ったんですけど、なんかちょっと
違いました個人的には絶対今までで一番いいだろうってちょっと自信を持って臨んだんですけど、えラックくんグーグーありがとう。なんか意外と違いましたちょっと納得いかなかった8月健康し、あ、8、夏健康診断の方多いか。うーん。ちょっと5分もか。まあでも、まあまた頑張ろうと思いますね。え、タカさん、カニありがとう。カニ。春夏2回、へぇ。なるくんこんばんは。サザビ、誰もありがとう。ディアスビーチボールありがとうね。頑張ろうってサザビ、誰もありがとう。納得感を受けて、いやベストで臨んだはずなんですけどね。ほんと私行き、ありがとう。まあでもまあそんな健康っちゃ健康ですけど、ポンターさんこんばんは。しんくんたさん、ふぐたんこんばんは、ありがとう。さくやさんこんばんは。あ、封筒開ける時のドキドキ感ね、わかる。ワクワクって早く開けたい。視力がどんどん落ちてくる。あ、血液検査合格。よかったね。確かに合格発表見る時みたいだね。ちなみに身長は、身長伸びてた。すごっ。今は普段通りで臨んでいます。まあそれがね、普段通りの状態がいかがなものかを見る検査ですかね。身長はちなみに 0.2 センチ縮んでましたなんか去年はちょっと伸びてたんですよね、なぜか。だけど今年は 0.2 センチ縮んでましたそう、しゃがんでない先生、ビーチボールありがとう。そう、これまでは午前中に確か健康診断受けたんですけど、今回は午後に受けたんですよ。そう、初めての午後パターンだったんです、健康診断。時間で縮んでた。嘘。午後パターン絶食。いやでも意外といけた、いけた、余裕だったよ。え、だってさ、その前日の夜は別に何時までっていうのは決まってなくて、その当日の朝、まあ、検査の6時間前までに食事を済ませてくださいって感じじゃん。
で別に最後の食事から6時間空くのってさ余裕じゃない？まあ、水は検査の2時間前までぐらいまでにしてくださいみたいな感じなんですけど、そうなんか普通じゃない？それって今もいつもの生活とね。そう、そうなんですよ。だから別に辛くなかったです。さんまさんこんばんは。前日の夜からそっか、まあ、プチ断食みたいな感じなのかな。健康診断のとラーメン食べる。ケリーさんこんばんは。検診終わったらもう面白くない。そうなの、そういうもの。じゃあみんなちょっとは節制してんのか。ダブル流星さんこんばんは。そっか、胃カメラとかバリウムとかそういうのになってくるとまた変わってくるのか。やりたくないね。みょんちゃん、こんばんは。ありがとう。ひめみきょんさんこんばんは。さんまさんきゅうありがとう。胃カメラ辛いって聞くよね。伊賀の藤丸さんこんばんは。辛いらしいね。だって口からやった話でもしましょうか。聞きたい。ロボさんこんばんは。あ、鼻からか、そう口からかみたいな感じでしょ。シロンさんこんばんは。泣ける。胃カメラ楽だって。すごっ、やっぱ個人差あるのかな。ナベさん、流れ星ありがとう。キュンもありがとう。昔よりは良くなった。なんか細くなっては来てるんでしょ、管というか寝てる間に。そういうのもできるんだ。口からはマジでやばい。鼻からの方がいいの？鎮痛剤？そういうお薬確かに効いてるといいね。あ、麻酔が効いてる？鼻か。鼻なのか。麻酔されても辛いのか。みんな乗り越えてきてるんだね。すごいや。でも大事なんだもんね、きっとね。ねんこそばこんばんは。いや想像できない。内視鏡が細いです。あ、麻酔自分で歩いてきた。確かに健康トーク。健康トークね、盛り上がるからね。バリウムか。バリウムもな、怖いなって思うな。そうなのか。ちょっとみんなのアドバイスを聞いといて、いつかね、いつか胃カメラの話しますか。再検査したことないね。再検査やだね。胃カメラの方が楽。
ソファディンカネコこんばんは。パリウム。そう、健康診断ね。そう、でもそう、なんかあれはクリア、自分の中でのね、自分の中の個人的な目標でクリアしたところもあったのに、なんか思いもよらないところでなんでここみたいなのとかもあったから、なんかそれがちょっと納得いかなかったなって話です。そう、ちょっと完璧な健康診断を私は目指してるのでね。うん、ね、人の体って難しいのね。意外だったわ。そう、なんかやっぱさ、もうみたいな健康診断結果にしないじゃん。なんか体力テストじゃないけどさ。そう、なんか体力テストみたいな感じで臨んでるわ私きっと。いっちゃんこんばんは。体力テストもなんか燃えてたもんな、毎年来たーみたいな、今年も体力テストの時期よし。いや、なんかめちゃめちゃ緊張してたわ、体力テスト、やばいみたいな、本気出そうみたいな。うん、相当燃えてたし相当緊張してて、だから、うん、それと同じように考えてるんです。大人になっても体力テストあったらいいのにね、楽しそうじゃない。みんなで体力テスト。健康診断。こうちゃんこんばんは。いや、大人になってからもさ、知っとくの大事でしょ、自分がどのくらいの体力なのか。パス。ね、倒れちゃう、怪我に。あ、張り切っちゃう。そっか、まあできる範囲でいいんですけどね。ジムね。ラジオ体操か、ラジオ体操偉いね、やってる。シャトルランね、いやシャトルランは相当、シャトルランが一番緊張したな、体力テストの中で。うん、松也さんこんばんは。そう、私もシャトルランね100回行けたことないんですよ、行きたかったんだけどな。いや、100回の壁は大きいわ、シャトルラン。確か行けたことない気がする。すごく行きたいって思ってたんですけど、ね、120回、あ、すごい、120
クリーンショッカーいけたのすごいじゃん。 A じゃないランク確か。踏み台昇降、え、なんかさ、そっちの方ができる、できそうって思っちゃうんだけど、まあ踏み台昇降も辛いか。なんか太ももにきそう。だってね、登って降りてみたいな感じでしょ。うん、え、最高何回だっけかな、もう覚えてないな。でも100回いけなかったみたいな、それだけ覚えてる。あきり運動会やる、うわー楽しそう。何するの、かけっこ。あ、乳酸たまるやつね。かけっこ。みんなでかけっこ。楽しそう。かけっこ、玉入れ、綱引き、組体操。運動会ね、運動会も緊張したな。運動会はそういう徒競走が一番緊張したわ。ワンくんさん、こんばんは。うん、あ、リレー、リレー、リレーはなんか全員リレーみたいな好きだったね。あの絶対、運動会の種目のラストにするやつ、絶対盛り上がるやつ。全員リレーよくない？まあその選抜された人たちのリレーもめっちゃ盛り上がるけど、全員リレーでしょ、やっぱ醍醐味は。こう、あのいかにうまく配置するかね、順番を。全員リレー、そう、作戦よ作戦。感動、感動が半端ないよ。うん、バトンパスをいかに練習したかのね、そこも出るから全員リレーは。クラスみんなでちゃんとバトンパスの練習をしっかりとやったところが勝つから、全員リレーって。お仕事戻ります、頑張って。そうで、思いもよらないところで落としちゃったりするからね、バトンね。うん、バトンパス、こうなんか何秒か、何秒かこうやってさ、すぐパーじゃなくて何秒かこうグーみたいな、グーって、はいはい握ったみたいな感じじゃない。ちゃんとしっかり確実に、はい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 握りましたみたいな、なんかこれが大事じゃん。埼玉さん、こんばんは。そうですよ、そう、オリンピックとかそういうプロの世界でもバトンパスが大事だったりするじゃないですか。うん、あ、リードね、リード早すぎてもね、渡しきれなかったりするしね。うん、懐かしいね、バトンパスの瞬間が一番ドキドキするよね。うん、上から渡すか下から渡す、え、下からもあるの、私上からしか知らないかも。うん、まこくもさん、こんばんは。ね、ちなみに私が今着ているのはボヤティでした。実は今日延長戦で
着ようと思ってたんですけどね、まさかの。あ、光るミラーボールありがとう。まさかのだったので気づかなかったでしょう。そう、7月1日からネット通販でね、予約がスタートしましたね。そうです、こんな感じです。可愛いですね。大きいサイズが、ああね、もうソールドアウトになってましたね。ホヤ持ってる、ホヤとワカメかな。ボンヤティー。そう、クリーム色はこんな感じの色。とめちゃんこんばんは、しょうへいこんばんは。暑い、暑いですね、暑い暑い。エアコン入れてる。あ、ひからアイスありがとう。そう、いや、エアコン入れ、今ねちゃんと冷房入れてるんですけど、昨日間違えて暖房入れちゃってた暖房入れちゃってて、あれ全然なんか涼しくなんないし、なんか全然クーラー動いてなくないって思ってたら暖房入れてました昨日まさかの。今日はちゃんと冷房です。いやー、暖房はそりゃ涼しくならんて。うん、飛島にいます。あ、そうなんですか、山形。タカさん、アイスありがとう。天然来た。カナタカこんばんは、シノさんこんばんは。暑いね。あ、見ますよ、ぼんやり犬見ますか。今週の釣り、釣り後編ね、釣り対決もう TVer でね見たよって方も多いと思うんですけど、ありがとうございますふふ今から TVer でサンドのぼんやり犬テレビを見ます。天然認めてない、だから天然じゃないんだよ。では再生しますね、いきまーす、ポチッ養殖、養殖じゃないですか、私は天然ではない、私は養殖。オープニング、はい、今 CM が終わってオープニング始まりました。チューンチュルチュチュチュルチュチュンチュルチュ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 、ささこま油揚げ腹こめし、うまべらすうまべらす、ゼロだぜみな、おいしい、うまべらすうまべらす、伊達ちゃんトミーともう一人、うまべらすうまべらす、エビビビビうまべらすうまべらす、じゃん。はい、たくさんをゲストに迎えの釣り対決後編でーす。いっぱい釣れたんですよね、こんなにも釣れるんだって。おっきいしね、いや豊かな海です本当に。いろんなお魚釣れましたよ。うん、対決ですから。そう、アイナメなかなか釣れないんです本当に。だから5ポイントは妥当ですね。
いやもう本当釣りのポイントが本当に良かったんですよ。このミニゲームがね、ありますね。絶対難しいよね。ね、惜しかったね、9秒まで耐えたのに。ね、持ってる人のところに大物やってくる。そう、たくさんはとにかくね、量でたくさんたくさん釣ってポイントを稼ごうという。いやもう、そう、外すのが大変なんだよ。これ難しいんですよ。マークこんばんは。あ、たくさんたくさん？たくさんたくさん？ そっか。調子いいですよ、たくさん。糸が絡まっちゃったりもするんですね、隣で釣ってるとね。そう、この最後の最後にさ、食いつくっていうのがすごくないですか？ドラマですよ、本当。何が来るかなー。CM でーす。CM でーす。ね、持ってるんですね、確かに。持ってる人は持っている。CM でーす。CM 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 でーす。はい、開けました。今、4分。4分のところ。4分のところ。さあ、伊達ちゃん、何が釣れるか。つかどんさん、こんばんは。お、見えてきました。うわー、これさ、こんな大きいのヒラメって。やー、初めて見た、こんなに大きいヒラメ。もう口の力がすごい。48。超面さん、ビーチボールありがとう。うまくね、このゲームを使ったもん勝ちでもありますからね。
かわいそうに。なかなか厳しいですね。やっぱ海に落としちゃダメなんですよ。ひらめ大きかったですね、伊達さんはね。 H パパさんこんばんは。すごいよね、1位になりました。リベンジを果たしましたよ。これ前回はタクさんがね取ったんですよね、万卓。ちょっとずつ塗っていくんですね。サトシ一見ありがとう。キリン丸さんこんばんは。ラメモン知ってますよ。え、有名ですよ。いじってますね。これ初めてだったから難しいですね、ガンタク。乾いちゃったんですよ。もっと強く？ベベベベって。そう、あれ結構な長時間さ書いてたんですよ。バババって感じじゃなくて、本当にみたいな。だからもう乾いちゃった。もう墨が綺麗に取れました。CM、 はい、開けてます。
ね、素敵なお部屋ですよね。ヒラメ大きいな。ヒラメ。縁側。縁側美味しい？うん。なんか大人の味じゃないですか、縁側って。油、そう、油乗ってるよね、確かに。いやー、びっくり。いや別に、いや、なんかふと出ちゃったんです。いや、分かってはいましたよ、分かっては。いや、天然じゃないです。そう、あの、改めて、あ、じゃあこれは天然なんですねっていう、そういうこと、そうそう言いたかったんですよ。まあそりゃそうなんですけど、難しいね。そう、改めて天然のヒラメですっていう確認を、こうちょっと番組のことを考えて言ったかっただけなんです。そう。なんで？いやー、すごい美味しそうだ。わー、いいねー、何度見てもいいわ、ヒラメのお刺身。今はね、15分30秒のところです。ヒラメを食べ始めるところ。いや、釣れたて、そう、釣ったばかりのヒラメを食べるってことなかなかないからね。全然繰り返してみてた。仲良しですよね、本当に。羽山こんばんは。
いや、自分が釣ったお魚食べれて相当嬉しいだろうし、美味しく感じるだろうな。私も釣りたかったな。いや、私はボケることはほぼないです、本当に。いや、ないです、ないです。え、どんちゃん、ビーチボールありがとうございます。私、ほんと基本、ボケることはしないでおこうって、いつも思ってるので。いや、本当に。CM です。 CM です。でも天然でもないんですよ。そう、ボケ でも逆に狙ったボケはできるようになりたいですよ。でも狙ったボケができないし、私はね、たくさんもいらっしゃるし、ボケる立場じゃないので、ボケることは本当しないですよ。あ、始まりました。たくさんがアジフライを担当しています。17分34秒。カットはすんなよなーって。いやー、アジねジルとか、おお。いいね、アジフライね。たくさんもっと来ていただきたいよね。またぜひ釣り企画とかね。この細かいやり取りが本当にたくさんあって、もういっぱい笑っちゃう。ありがとう。そう、コントをね、ずっと見てるような。
美味しかったね。そう、富澤さんお魚が苦手なんですけれども、私はサバの味噌煮を作りました。まあ、本当に私は思ったんですけど、優しい、優しいです。皆さん、いやでも本当、何が釣れるかさ、本当当日になると分かんないじゃないですか。でなんか釣れたもので、何作ろうかなってなった時に、でなんか調味料とかも本当その日に調達みたいな。このゲームがあるからね、ちょっとバトルも盛り上がりますよね。大きいの確かに釣ってるの見てみたいよね。ああ、終わっちゃった、終わっちゃいました。今週のぼやりのテレビでした。ありがとうございました。釣り企画、いやー絶対またたくさん来ていただきたい。絶対来てほしい。アダックくん、いいね、ありがとう。いいね、やっぱりああいうアクティブな企画は楽しいですよね。やってる側もこう見る側もね。うん、たくさん、え、全然たくさんお話ししましたよ。たくさんめちゃめちゃそう話しかけてくださったり、もう本当にすごくいい方で。そうだから私がアカロスやったのとかも、あのコントね、ちょっとここでもやってよみたいな感じ
船の上で振られて、いやさすがにみたいな、さすがにしらけますみたいな。それはできなかったわ。やったとしても絶対カットされるし、さすがにそれはできなかったです。うん、バッチコイ出てたのも覚えてくれてましたよ。そうだって船の上でいきなりアカロスはもう変な人でしょ。そうで、そう説明が必要じゃん。え、このキャラ何ってなるじゃん。そうですよ。しかも私そういう立場じゃないので。うん、いやでもすごく本当に楽しい、私も楽しい釣り番組でした。釣り番組。絶対来てほしいですね、たくさんね。ウリオさんこんばんは。クマさんこんばんは。今週のねぼんやりのまた新企画というか新しい企画でして、楽しそうだね、内容になってるんじゃないでしょうか。そうだね、予告なかった、ね、マイナス50点かわいそうだった。まああの軽いボールってのもあったしね、あのカラーボールね、それだと難しいかもね。しかも船の上だし揺れるしさ、私でもできたかな、どうかな。ね、エッジはむずいよ。そう、船の上っていうのがまた難しい。マイナス50点結構厳しかったよね。厳しいルール。あ、ダックくん短冊ありがとう。これなんて書いてあるんだろう、書いてあるの見えない。デッキブラシ難しいよね。惜しかったね。たまてんさん、短冊ありがとう。釣り、みんなは釣りしたりするのかい。後編はハミングなかったです。もうハミングはすぐ点取れちゃうんで。絶対に確実にあれ点取れちゃうんでね。昔は釣りしてた？しばらくしてない。釣りしない？いや富澤さんもハミングしたいってね言ってたんですけど、やっぱあれカード引かなきゃいけなくてハミングを引き当てられなかったんですよ。富澤さんは運なのであれ。
カード3枚あって小手さんこんばんは。サバ夏祭り、夏祭りね。えテーマ、単独ありがとう。ごっちんさん Q ありがとう。夏祭りいいお天気だといいな。タック君会いたい。全力フリースキャミングコーナーどうだろうか。続報ね、今週また新情報が出るかな。うん、そう、あともう19日だから早いよ。こんなすぐやってくるってね感じだよね。うん、楽しみ。私も楽しみだよ。うつむつり行くよ。ありがとう。ありがたい。ねえ、リッセント、会えると思うな。会いたいな。ロミツさんこんばんは。夏休みをもうすぐ、ちゃんとスケジュール開けてありがとう。牛タン牛タン、うん、そうね、そう、立戦のステージ楽しみ。一世のパフォーマンス好きだしな。楽しみ。観光に、おお、宮城観光。グルメもね、美味しそうなのあるかな。うん。嬉しいよね。塩釜。塩釜。うん、1週間見よう。1週間、ジェスチャーヒント。でも私もなんかその夏祭り SNS に登場することもあると思うので要チェック。そのうち登場すると思うので要チェック。ツイッターね、いや本当ツイッターの影響、私は本当にあんまり感じていないんだけど。なんだったっけ、ありがとう。でも制限ある人はあるんだろうな、きっとな。うん、大変だ。
回数制限。へえ。そう、私も昨日、そう昨日日中なんか全然ツイート見られないっていう時間があったんだけど、でも時間経ったら治ってて、そう。だから今はもう大丈夫だったんだけど、もしねあれがなんかその本当ラジオ中とかになったら、いや本当怖いなと思った。800ツイート昨日大丈夫だった。そうですよ、 SNS 連動番組なんですけどねえ、ピエー。だからみんな月曜日はあの番組までツイッター温存していただけるとありがたいです月曜日よねお願いします。あ、ツイートはできるのか分にはできるのか。うん。じゃあ大丈夫なのかな。うん。仕事で見られなかった。そっか。私は見られるよ、大丈夫。あ、お題かと思ってね。また来週もアンケートだったりお題募集だったりあると思いますので、あかりんりんのコーナーも待ってますので、うん、はーい、みんないいお返事だね。いや悩みとかじゃなくても大丈夫ですよ、本当にお話ししたいこと、うん、いいお返事。ラジオメール上手くなりたい。大丈夫だよ。そう、一番伝えたいことをバンって書いちゃえば大丈夫です。あとは私がうまくこううまくできるか分かんないけど、ちゃんと解釈してまとまね、こう長くなっちゃったとしても私がうまくこう解釈して多分こうだろうなってこう要約して伝えるようにするので、そんな綺麗にまとめなきゃとかそういう全然そういうこと思わなくて大丈夫です。ん？好きです添削でも本当にほぼ送ってくださってるものは見てますよ私。日々考えてる。カペン？カペン？
全然そんなそんな感じじゃないですけど、みんな二択ないの？二択気になる二択。来週はもうね、あの番組でも話したけど決まってるんですけど、委託たくさん送った。メール？ん？細麺太麺？でもラーメンのもう味噌とか塩とかね、やったもんね。善逸と伊之助嘘、そうなの？猫派か犬派か、クーラー派か扇風機派。おー、いいね。焼き鳥の二択、ブルーレイか DVD カセットテープかレコードかレバニラかニラレバコーヒーか紅茶か犬派猫派。あー確かに気になる。カツ丼か天丼、ランドかシーか嘘、え、どこに届いてるんだろう。メール、マヨネーズいるかいらないか、山くんみか、アンドロイドか iPhone か電車移動か車移動か、おー、唐揚げにレモンかけるかかけないか、なるほどね。車の色白か黒か、ポン酢かごまだれか、天然か天然じゃないか天然じゃありません。はい、半熟か完熟か。おお、普通のお便りも届いてるんですけど、あら、天然は、いや天然じゃないもん私。うん、あ、普通歌は見させていただいてます。普通歌握りかチラシ寿司か、もっとその他もご紹介できる時間があればなって思うんですけど、ちょっとあの番組時間が長くなりますように。どうかな、紙か電子書籍か。そろそろ1時間、あ3倍速で私がインサイさん、こんばんは。
雷、大丈夫ですか？さっきもコメントであった雷鳴ってるってね。最近雷多いもんね、怖いよね、大変。字幕派と吹き替え派。雷好き、好きな。ドキドキしちゃうよね。なんかそこまで怖いってはならないけど、そこまでね。でもね、なんかどこかに落ちてもバリ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 みたいなさ、すっごいとなる時があるじゃないですか。あの時はさすがになりますよ。で、大丈夫みたいな。そう、それさすがに驚きいちゃいますけど、心配になりますけど、まあね、嫌ですね本当に。実際自分が外にいる時とか怖いね。光るの見るの、ピカってなって、あ、来るみたいなね。そうだよね、近くはね、ちょっと怖いですよ。早く雷収まるといいね。髪また切ろうかな、どうしようかな、ね、どう思う急に急にね、結構伸びましたよね。痛く伸びましたよね。最近伸びたなって思う。痛くね、伸ばす。いや、そう悩むんだよね。なんかあんまりショートって感じじゃなくて悩む。こうボブっぽい感じに戻るか。なんか悩む。これくらいでキープ。ボブっぽいのもいいよね。一番悩む二択。今これはもうミディアム。でも短ミディアム？この辺まで来るともうロングか。もうミディアムかこれは。そう、もうさ、あ、縛った、まあ確かに縛ることができるようになってきたね、こうやってね。半々に分かれる。ボブ。そっか。みんな迷ってるね。オフピーキューありがとう、ね、ボブなのもいいなと思ったりするけど、ボブ、どうでしょうか。そう、宣材写真ともうだいぶ髪型が違うからね。ヒカルキューありがとう。たまちゃん短冊ありがとう。
もうちょっと様子を見るか髪の様子。トムちゃん会いたい、ありがとう。会いたい。もうしばらく仙台写真の撮り直しはないと思います。あともう10年後とかじゃない分かんないけど適当。佐藤佐藤さんこんばんは。山岡さんこんばんは。夏は短い方がそうかな。夏だから、でも夏だから切るって人も多そうだから。じゃあもうちょっと様子見るわ、髪の長さでもいつかまた絶対ショートにすると思うよ私。絶対またショートになる時が来る、そんな気がする。なんか大人かわいいショートになりたい知らないけど勝手なりそう勝手なりそうね大人かわいいショート。切らないよ、切らないですよ、本当に様子を見ますよ髪の長さ切らないですよ。でもそのうち、そのうちね。天然どういうこと？天然？天然じゃないよ。なんか天然って名乗るにはあの次元が違いすぎるって恐れ多いって私は思っちゃうので、本当に本当に天然の方はもっとなんだろう、もっとさステージがきっとねまた違うじゃん。だから私はそこには全然いけていないというか達していないんですよ。だからそんな簡単にねそんな軽々しく、そう私は天然だなんてそう思えないって思っちゃって、うん、そうあるじゃないですか、そうね、なんとなくわかるでしょ、本物の天然というものがあるじゃないですか、やっぱり世の中にはねだから別に偽物とかじゃないけど、なんかその本物の天然からしたらなんかもうエセ天然みたいになっちゃうじゃないですか。なんか全然あのエセでねやってるわけじゃないんですけど、あの私は私にやってるつもりなんですけど、なんかそう養殖の天然よりいや例えば誰とか別にそういうのはないですけど、そうなんとなくね、別にビジネスでもないですよ。そう。いや逆にビジネスでいや何言ってるんだって感じだと思うんですけど、逆にビジネスでできたらあいいな、逆にそれは羨ましいなって思います。そう。
ビジネスでできるわけでもない。で、本物の天然の域にも達していない。だから私は何だってなるんですよ、本当。そう。確かに誰にでもあるよね、天然の一面って。でしょ？うん。アクロスもビジネスじゃないですよ、あれは。アクロスはアクロス、あれは本物です。テイテイこんばんは。笑っちゃう。最近私のどんな髪型が好きですか？縛り？縛り？縛り多いな。ハーフアップ？ショート？ショート？ツインしてないよ最近。巻き髪。ああ、後ろ縛り多いね。後ろ縛り、外跳ね、高めつ。スタイリストさんお任せの、ああお任せ、ああありましたね。なんか可愛い系のハーフツインみたいなありましたね。あ、なんかやったね前それ。うん、確かにあった。なんか可愛い系の衣装とかの時はやりたいなって思うな、それは。うん、キルキルユーみたいなやつやね、あったね確かに。うん、あとなんだろう、なんかお団子とかも全然やんないですね。まだそこまでできるあれじゃないからかな。お団子、いや衣装とのバランスは考えますよもちろん。うん、うん、悩むね、悩む悩む、難しい。なんか最近伸びてきたし、どんなヘアアレンジがまたできるかなみたいによく考えるんですけど、ちょっとはね、そういろいろできるようになってきて嬉しいし楽しいしね。衣装はだいたい前日に分かります。でもどんな衣装かの画像は分かんない、色だけ分かる。いいはないじゃない、なんか、うーん、どうでしょうね、さすがにこう、でも分かんない、私似合わないな、こういうお団子下目をダブルお団子みたいな、なんかちょっと大人っぽいアレンジでやってもらえたらまだあるかもしれないですけど、私あんま似合わない、
ヒント色ヒント色インディージョーンズ、インディージョーンズも頑張りました。インディージョーンズ見た、へえ、見たんだ、初コスプレ。てーてれてーてーてれんてーてれてーてーてれんてーてれてーてーてれてーてーてインディージョーンズ最後の冒険らしいからね、って感じじゃん。最後だなんて言わないでって、ね、いい曲だよね。泣いた？泣ける映画いいじゃん。やっぱ映画って泣けるものがいいね。泣きたいじゃんね。そう、なかなかドラマで泣くって最近ないから、やっぱ泣くとしたら映画かなって思っちゃうね。カットする映画、ボロ泣きするから恥ずかしいです。そう、もう自分だけの世界って思っちゃえばいいんだよ。なんか最近の映画館だとさ、あのちゃんと椅子なんか仕切りがこうこの辺まであって、なんか隣の人の顔が見えない感じにできるような座席の映画館も増えてきたりしてて、だからもうちゃんと自分だけの空間で楽しめてる。普通の席だよ、しかも別に なんか特別な席とかじゃなくて普通の自分だけの席、そうっていうのもなんか増えてきてたりしてるらしくて、あ、そういうのはこう集中できていいだろうなって思いますね。そう、宮城にもあります。見て泣いた映画のタイトル忘れてしまった。何思い出して。やらあ、ゲリは泣ける。私あの映画が今までの見た中で一番泣いてる、もう断言できる。あれをこうし上回るって相当だと思うな。あれはなかなか超えられないと思います。よしおんグーグーありがとう。まあ夏といえば映画ですよね。映画なんか見に行きたいのあるかな。あれは気になりますけどね、宮崎駿監督の久々の新作、なぜなんだっけ、なぜなんだっけ、
なぜ生きるのかみたいな、なんだっけ、なんだっけ、あの鳥みたいな、鳥みたいな、あ、君たちはどう生きるか、そう、もうさ全然想像できなくない、どんなお話か、あれは気になるね。もう鳥の情報しかないじゃん今のところ、あのポスターのね。ゼータさんこんばんは。何なんだろう、ナウシカ2の噂がある、へえ、次の世代的な感じかな。一切宣伝しないらしい。すごっ、見に来た人だけがわかるみたいな。こんなの見に行っちゃうじゃん。見に行こうかな。でもうすぐですよ公開、確か7月、今月じゃなかった、今月だよね、もうすぐですよ。7月14ね、ほらもう、もう2週間切ってるのに全然 CM とか見なくないですか、やってる、本当にノー広告。もうバンバンさ、バンバンも君たちはどう生きるか、君たちはどう生きるかってなるじゃん。すごすご、どうしてそういう作戦を取っているのだろうか、あえて。どういうことなんだろうね。君たちはナウシカ説、そうなの、本当に。隣のトトロも宣伝なしだった。オリジナル作品。どうしよう、迷うな、迷うなとかって。確かにさ、もう本当に何の事前情報もなく見に行くっていう、なんか純粋な楽しみ方もできそうだね。まあ、そういうのもありかもね、たまにはね。たまにはさ。あ、本当だ。もう今日終わるじゃん。本当だ。確かになんか声優陣とかも全然わかんないかもね。やばすぎ。そこまで。本当にタイトルとあのポスターしかわかんない。久々に日をまたぐね、きっとね。ではみんなごめんね、遅くまでありがとう。ではランキングをね読んでいきましょうかね。ありがとうございました。13位から読みます。13位がサトシーです。ありがとうございました。サトシー13位、おめでとう、ありがとうございます。タニン。そして12位がチカイシーです。ありがとうございます。チ
たいって。楽しい月曜日でした。次回も楽しい。うん、よろしく。来週の月曜明かりもよろしくだよ。ありがとう。そして11位がひなにゃんまるです。ありがとうございました。ひなにゃんまる第11位、雷やばいです。あーね、雷大丈夫だよ、気をつけてね、早くね止まるといいね。ありがとうございました。そして10位がたまです。ありがとうございます。たま、今日もラジオに入ってありがとう。7月もよろしく。そう、7月もよろしく。会いたいよね、会おう、会って会いたいありがとうね、まとまってます。9位がメンマッチョです。ありがとうメンマちゃん。9位、カウントダウン進んでいくのめっちゃよく、おねえ19、18、17ってやってきちゃうよ。夏祭り、夏祭りで会いましょう、会いましょう。ありがとう。そして8位がテーマです。ありがとうございます。テーマ、遅くまでお疲れ様です。イエイ。8位、ありがとう。カリちゃんを見ると幸せ気分。これからラジオ聞きながら、ああ晩ご飯、夕ご飯、これから下半期もよろしく。と下半期だ、1年の折り返しよろしくだよ。そして7位がタカさんです。ありがとうございます。配信ありがとう。今週も頑張れるよね。7月始まったばかりですが、今週ファイト、7月いいスタート切っていきましょう。そして6位がサッキーさんです。ありがとうございます。あ、近い週も配信ありがとう。うん、またおいでね、待ってるよ。ありがとう。6位、サッキーさんです。 YouTube 見られなかったから動くかりじゃ見られてるじゃん。おお、うん、あなたは天然物、天然だから自信夏祭り楽しみだよ、イエーイ。私は洋食ですよ、洋食。夏祭りもね、私もワクワクしています。ワクワク、いいお天気になることを祈って。そして5位がヒカルです。ありがとうございました。ヒカル、はい、7月最初にありがとう。クリちゃんのお話できて、やっと7月が始まった。おお、やっと僕たちの7月が始まった。 TBC 集めて会場で会えること願うか、お話、そうだよね、お話ししたいな。私も祈り、祈りは、あ、会いたい会いたい、ありがとう。5位ヒカルでした。そして4位がテンさんです。ありがとうございます。テンさん4位、おめでとうございます。彼は天然じゃなくて計算した、え、計算した視点ね。でも計算ってのも違う、養殖。ボブっぽいクリーン、あ、ボブ、なるほどね、ボブもいいですね。髪の色をどうするか迷ってます。おお、グレーベージュの中間の色味のグレージュ系、独特のくすみを、あ、ん、グレージュ系かアッシュ系、あー、アッシュじゃない、アッシュがいいな。テンさん会いたい、ありがとう、会いたい、アッシュにしようね。リセント、リセント絡めたらな、絡みたい、絡みに行く。ありがとうございます。そして4位がヒカルです。ありがとうございました。ヒカル、あれ読んだっけ、4位ヒカルでした。ありがとう。え、読んだ、あ、読んだ、あ、ごめん3位がディアスです。ありがとうございます。あ、順位変わった。3位ディアス、ありがとう。ベスト3入りディアス、ベスト3入りありがとね。サバの味噌食べた、普段は数字、いや、そんなことない。毎週メール考えるのに1回になってる、ありがとね。似たかんけどね、ごめんね、本当嬉しい。カリン大好き、早く会いたい。あ、会おうぞ、会おうぞ、会おうぞとか、会おうぞ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 、ほんと会おうぞです。うん、申し訳ない、みんなのところに飛んでいけなくて、ふぃー、会おうぞ、会おうぞ、うん、またね。そして2位がダックくんです。ありがとうございます。ダックくん2位です。
今日もラジオ配信お疲れ様です。ハドル祭りと同じくラッツモスルは弾丸で、あーやったー、お待ちしておる、嬉しいな、楽しい夏祭り過ごそうぞ、過ごそうぞ、うん、なるの楽しみ、嬉しい、あもう私もすごく楽しみ、はー来てねー、ありがとう。そしてゼロポチ第1位が先生でした、ありがとうございました。1位先生、一緒にテレビ見られて一緒に嬉しかったです。サバの味噌が美味しそうでした、料理す、あーすごかったね、料理食べたいです、今日お電話ありがとうね、えお電話お電話楽しかったね、謎の笑いが出る、え嘘、別にそんな謎の笑い、そうかなね、練習にぜひ取り入れてみてくださいな、ね、ごめんね、なんかちょっと限られた時間で申し訳なかったんですけれども、いや嬉しかったです、番組後に配信で不具合でね、えそうだよ、来週こそはちゃんと延長戦とかもねできたらいいな、うん、7月もよろしく、暑い中ですが、そう暑さに負けないでいこうね、夏祭りもねいいいいお天気に恵まれますように、はい、ゼロポジ第一先生でした、ありがとうございます、ありがとう、みんなもパチパチありがとうね、ね会おうぞね、さっきさ会いたい、たま会いたい先生ありがとう、嬉しいね、え本当飛んでいきたい、飛んで行っていい、テンさん会いたい、ガラダニョロの、ビーチボールにあったかく会いたい、うん、あの絶対体調管理絶対気をつける、うん、絶対絶対そういうこと、あの体調不良にならない、絶対頑張る、絶対に決める、大丈夫、たくさん会いたい、なるくん会いたい、先生会いたい、そうだね、しかし会いたい、なんか今の我々にぴったりな、ぴったりなスタンプというかね、エフェクトだね、会いたい会いたい会いたい、うん、絶対に穴を開けないように頑張る、そうだ絶対に、うん、会いたい嬉しい、テンさんも会いたい、ありがとう、ヒカルも会いたい、アリアリも会いたい、タマも会いたい、ありがとうね、会えるよ会えるよ、笑顔で約束、先生会いたい、レイさん会いたい、アトムさんキュン、ありがとう、おおおおおうれしい、そうさよならじゃない、さよならじゃない、彼らいつかきっと会える、ララ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 ラ僕はずっと待ってる、笑顔で約束、テイさん、七夕飾りありがとう、あ、短冊ありがとう、ランタンこんばんは、ウッキーさん会いたい会いたい、そうみんな元気で来てね、元気で会おうね、あ、ダクくん、あ、牛か、これ、あ、彦星の牛ね、
あー今気づいた、馬かと思ってた。彦星の牛ね。慎太郎さんこんばんは。あーそういうことか、彦星が乗ってる牛、宇宙遊泳牛、それか、かわいらしい、かわいらしい。いやーありがとう、こんな遅くまで付き合ってくれて、せいさん会いたい、ありがとう。またまた7月もよろしく、ありがとうね。ごめんね、本当にいっぱい話しちゃった、ソーリー、ありがとう。うん、またまた話そうね。ありがとう。ではまたまたね。うん、おやすまっしゅ、おやすまっしゅ。今日のラジオ、ラジコでもまた聞いてね。よろしく。たま、会いたい、ありがとう。では、またね。